1799,1815年の税関、1842年の税関、現在のフェデラルホール、1863年、税関は、かつての商業取引所ビルへ移転した。ニューヨーク市の合衆国税関は、ニューヨーク市に置かれていた、連邦関税を徴収する税関である。このニューヨーク市の税関はいくつかの場所を移転している。 1790年から1799年までは、ゴミルストリートとして知られる、ミルレーンの向かいのサウスウィリアムストリート上に位置していた。1799年から1815年までは、おおよそかつてのホートアムステルダムの位置にあった、ニューヨーク州総督官邸内に置かれていた。1842年からは、ジョン・フレイジーによる、設計の26ウォールストリートに立つ、 ビル、現在のフェデラルホールナショナルメモリアルに置かれていた。1862年からは、55オールストリートに、立つ商業取引所ビルに置かれていた。1907年には、現在アレクサンダー・ハミルトンが州国税官と、呼ばれるボーリンググリーンに新しく建てられたビルへと移転した。1970年代中頃、ロックワールドトレードセンターへ移転した。 このビルは2001年のアメリカ同時多発テロ事件により倒壊した。19世紀、ニューヨーク港はアメリカ合衆国へやってくる貨物の最も主要な港であった。そして、このニューヨークの税関はアメリカで最も重要な税関であった。例えば、1853年のこの税関の収入は国の関税収入の75%を上げていた。 この税関を通過する金額は膨大だったため、そこで働くことは、とても重要な地位であった。汚職が蔓延し、一時期は2万7千人が700人の採用枠に応募してきたこともあった。19世紀後半に官公庁が再編されるまで、すべての税関職員は、政治任命官であった。大統領は4つの幹部職を任命していた、税関長、海軍将校、 税関調査官、そして税関官邸官である。この税関の任命権は、ラザフォード・ヘイズ政権において、重大な論争の的であった。ヘイズは、能力ベースの任命性を採用しようとしていたのに、対し上院議員、EN、ロスコー・コンクリングは、両関制を採用し、任命権を彼の裁量のもとにおけるよう試みた。かつてこの税関の税関長であった。 チェスター・ A ・アーサーは、後に合衆国大統領となった。アーサーは、税関長時代の給料は弁護士時代の給料より、数倍高かったと言われており、最初の3年の任務中は、年収約5万ドルを得ていた。ありがとうございます。